はい、では今日はですね、願いを叶える占い師、琴葉なつみさんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いしまよろす。しくお願いします。はい、では、自己紹介をお願いします。願いを叶える占い師、琴葉なつみです。占い歴は、今年で11年目になりました。で、占いの、戦術としては、タロットと、数秘術というものを扱っています。私自身は、占いで、占ってもらって幸せになるというのはもちろんなんですけど、やっぱり自分が幸せになるためには、自分軸、自分が、そう幸せになるために、意識を持って行動していくっていうことが大切なので、やっぱり占いして幸せになるんじゃなくて、占いを受けて自分自身が幸せの選択をしていくっていうための、占いと、自分軸っていうのをメインにして活動をしています。はい。で、そうですね。占いだけじゃなくて、自己啓発だったりとか、そういった心理学だったりとか、あとはコーチングですね。絡めた、占い兼アドバイスをしていますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では早速質問の方に入っていきたいと思います。はい、1つ目の質問です。どのような夢やビジョンをお持ちですか？そうですね。私自身は、自分に自信がなくて、自分軸じゃなくて、他人軸のまま生きている人たちが、自分軸を持って、一人一人の生まれ持った、性質ですよね。個性を生かして、自分らしく生きる、人たちを増やしていきたいっていう夢があります。その先に、自分軸を持った人たちが、今度はですね、同じような悩みを持っている人たちに、今度は自分がアドバイス、助ける側として活躍していけるように、私自身がやってる、占いプラス、マインドっていうオリジナルのメソッドがあるんですけど、それを今度はちょっと教えていく、アカデミーを、大きく して展開していきたいなっていうビジョンがあります。はい。私自身が活躍、活動していっても、やっぱりどうしても個人の力っていうのは、及ばない、小さい部分がありますので、同じような思いの人たちを増やして、今度、本当に学校とか会社だけじゃなくて、もう本当に社会全体が個性を活かせるような、みんながこう自分らしく生きていけるような社会づくりを目指していきたいと考えています。はい、ありがとうございます。はい、では2つ目の質問です。それをですね、具現化するために、どんな目標や計画を立てていらっしゃいますか？そうですね。今は、コンテンツ、自分自身のこのオリジナルメソッドっていうコンテンツがあるので、それの仕組み作りを今は行っています。自信がなくても、やっぱり自分を変えたいとか、自分が変わりたいっていう思いって、やっぱり皆さんどっかにあると思うんですよね。でもやっぱりきっかけがないから動けないとか、勇気がなくて一歩踏み出せないっていう方も多いと思うので、そういった人たちが、入りやすい入り口だったりとか、きっかけを作りやすい部分を、こだわって、ちょっと入り口作りという仕組み作りを目指してます。で、この1年で、やっぱりそういったコンテンツを、軸をしっかりしていって、で、来年にはそのアカデミーの、作ることを、目指して、今は頑張っています。ありがとうございます。いや、そのアカデミーがすごく気になりますね。本当すごですか。そうですね。くお持ちだなと思って、オリジナルのね、メソッドをこう、使ってらっしゃるってことだったので、それもすごく気になりますし、また、ね、その内容とかも聞けたらいいなって思いました。はい。ちなみにそのメソッド作り、そのアカデミー作りっていうのは、もう動き出してる感じなんですか？そうですね。今取り組んでいて、仕組み作りっていうのもひたすらコツコツ進めております。本当ですね。はい、ありがとうございます。ございます。はい、では、3つ目の質問に入りたいと思います。はい、その目標や計画に対して、現在、どのような活動指針を持って、どのような、基本活動をされていらっしゃいますか？今は、SNS を使った発信や、ブログを使って発信をしています。
で、まあ、占いっていうのはすごいポピュラーなもので、まあ、誰もが知ってるものなんですけど、占いのイメージって言えば当たる当たらないが結構大きいと思うんですよね。どっちかというとこう占いに解決してもらって幸せになるみたいなイメージが先行しちゃってると思うんですけど、まあ、本来占いって当たる当たらないっていうものじゃなくて、まあ、現状ですよね。今ある悩みだったり不安だったりとかを、まあ、見つめ直して、まあ、なりたい未来になっていくために、まあ、障害となって、まあ、どうしてもやっぱりその障害だったりとか問題だったりっていうのがあると思うんですよね。そこに対して、まあ、自分自身が解決していって、自分が幸せになっていく選択をしていくっていうのが、まあ、本来の占いの目的だと思ってるので、まあ、占いに、まあ、問題を解決してもらおうとするんじゃなくて、占いを通じて自分自身が問題を解決するという姿勢や、まあ、意識が大切であるということを大切、まあ、伝えていくために、占いプラス自分軸っていう2つの指針を持って発信しています。はい、ありがとうございます。これから本当にね、いろんなもう、社会になっていく中で、自分の軸っていうのが本当に大切になっていくなっていうふうに、私も感じることがすごく多いので、琴葉さんの占いを通じて、自分で選択をしていく、その手助けをしていくっていう、その占いの、なんていうんですかね、指針というか、方針というか、すごく共感しますし、素敵だなというふうに、思いました。ありがとうございます。ではですね、4つ目の質問に入っていきたいと思います。そもそもですね、夢やビジョンを持ったきっかけっていうのは何でしょうか。で、そこにはどのような発見や出会いがあったのでしょうか。お聞きしたいと思います。そうですね。これを話すとなんか私の人生ストーリーになっちゃうのなんですけど まあ、なんか私自身がやっぱり小さい頃から、まあ、ちょっと家庭環境の影響とか、こう周りの影響で、まあ、自分に自信がないっていうのがもうずっと小さい時からあって、それがやっぱ大人になっても続いてたんですね。なんか自信を持てるものが何も持ってなかったっていうのがありました。で、まあ、恋愛とかすごいたくさん結構実は苦労してて とかそうちょっと見させていただきました。5回連続5人に取られるっていう 記録を打ち出したりとか そうですね、なんかまあ頑張ったけどうまくいかないみたいなのがすごいたくさんあって、であとまあ転職、まあ、仕事も本当に何やりたいのか分かんなくて、転職だけがもうずっと回数だけが繰り返しちゃったりとか、なんかどれをやってもしっくりこないみたいなのがずっとあって、ただ理想はすごい大きくあったんですよね。こうなったらいいなっていうビジョンもすごいたくさんあったし、恋愛もこういう風な人とこうなりたいみたいなのもあったんですけど、まあ、思い通りにいかないっていうのがずっとありました。で、まあ、自分に自信ないっていうことがまあコンプレックスで、やっぱすごい、それがすごい生きづらいですよね。自信がないからこそ、すごい引っ込み思案だし、何もできない、自分から行動できないとか、周りの意見に左右されちゃったりとか、結局誰かの顔色を伺ったりとか、なんかいろんなことに対してやっぱりすごい生きづらさを感じたんですけど、まあ、占いと出会って、まあ、自分がまあ生まれ持った性質ですね、もともと持ってる性質だったりとか、あとまあこの生まれてきた人生のミッションだったりとか、自分のこのまあこの世の役割っていうのを、まあ、本当に自分自身を初めて深く知るようになって、まあ、初めて自分ってこういう人間なんだなっていうのに気づけたんですよね。だからこう自分がないんじゃなくて、自分がちゃんと気づいてあげないといけないんだなっていうのはすごい思いました。自分自身が気づいて今あるものを磨いていかないと自信っていうのを作れないんだなっていうのをすごい感じたので、でそれを、まあ、やっぱり発見したっていうのが大きかったですね。で、まあ、自分がどうありたいかっていうのがやっぱり自分軸だと思ったので、まあ、自分軸を持つことによって自分自身がすごい変わっていったし、人生もすごいガラッと好転していったので、やっぱり同じような悩みを持つ人たち、もっとそのもう生きづらさを感じている人たちに対して、やっぱりこうさ、なんかやっぱ人生を幸せだったりとか、あと本当に幸せしかない未来とか 最高の未来に、まあ、導く光の存在になりたいなと思って、まあ、今はその自分軸を
作るアドバイスをしています。いや素晴らしいですね。ちょっとあのブログを読まさせていただいたりとかして5人連続に見られたっていうのが、そうだったんだと思って、ね、なんかそういうその生きづらさをこう抱えながらあのいろんなこう理想をこう追い求めて生きてこられたということですけども、そこでね、そのなぜ占いだったのかなっていうのをちょっとこう聞いてみたいなと思ったんですけど、まあ、いろんなものを多分あのなんていうんですかね、こう、うん、模索されていると思うんですけど、その中でもなんかこうなぜ占いだったんだろうっていうのがちょっと気になって聞いてみたいなと思ってる。ああ、そうですね。もともとなんか占いやっぱり占いってすごいスピリチュアルが強い、まあ、スピリチュアルなものなので、どっちかっていうともうなんていうのかな、こう決められたものっていうよりは、なんかこう、なんていうのかな、もともとその前世だったりとか、魂だったりとか、そういうものがやっぱり自分が生まれ持った時にも持ってるんだっていう考え方がすごい、あの、素敵だなって思ったんですよね。なんかこう、自分が生まれてから学ぶんじゃなくて、もうすでに持ってるものがあって、それを、まあ、磨いていくことができるっていうのが、なんかこう占いっていうところにたどり着いたかなと思います。もともと好きだったっていうのもあると思うんですけど、はい、なるほどです、ね、なんていうのかな、そう、理論では説明できない部分っていうところにすごく惹かれた部分ですね、うん、あなるほど、はい、もう常に持っているものを、うん、その自分の中で気づいていくこと、そこ本当は持ってるんだよっていうところを、うん、なんかこう自分で気づいていくっていうのが占いで、うん、その発見できるというか、はい、っていう感じなんですかね。そうですね。なんかこう自分自身を知るっていうことがすごく強いのが、やっぱり占いの強みかなと思います。はい、やっぱり私もちょっと気になります、自分の何があるのか、どんなものがあるのか、ぜひ来てください。ありがとうございます。はい、では、最後の質問ですね。入っていきたいと思います。はい、まあ、その発見や出会いがあった琴葉さんなんですが、その背景には一体何があったのでしょうか。そうですね。ちょっと前のちょっとあの内容と被っちゃうところはあるんですけど、はい、まあ、自分に自信がなかったので、私自身最初に始めたのは、あの、とにかく外見を磨くことを始めたんですね。あの、本当にダイエット、まあ、もう単純なんですけど、ダイエットしたりとか、メイクだったりファッションを変えたんですけど、まあ、外見だけですごい自分磨きとかを頑張ってたんですけど、まあ、外見が変わっても、まあ、結局変わらなかったっていうのは、現実が変わらなかったっていうのがあります。いいことは増えたけど、でもこっぴどく振られちゃったりとか、なんか好きな人とうまくいかないとか、そういうこともたくさんあって、なんかこう外見じゃなくて、やっぱ中身も変わらないと、やっぱり理想通りにはいかないんだなっていうことにすごい気づいて、で、まあ、内面を磨くように、まあ、それこそ心理学だったりとか自己啓発だったりとか、マインドとか、そういったものをたくさん勉強していったんですけど、その中で、そう、さっきのやっぱり占いに出会って、まあ、占いを学ぶっていう、まあ、占いを受けるんじゃなくて、自分自身が学ぶっていう選択肢ができるんだっていうことに、まあ、気づいて、で、その中でもやっぱりタロットっていうものにすごく魅力を感じて、タロットってやっぱり、あの、統計的なものっていうよりは、すごく心の動きですね。あの、意識がすごいカードに現れるんで、まあ、本当に単純なんですけど、何にも考えずにカードを引いたとしても、自分が欲しい答えが出たりするんですね。あ、そうだったみたいな。あ、これだったみたいな。これは教えてほしかったんだみたいな。ところが、気づいていくところですごく惹かれたことではあるんですけど、その中でやっぱり占いっていうのを学ぶきっかけになったので、それがまあ今の仕事だったりとか、今のビジョンにつながってますね。出会ってなかったら多分ここにはいなかったと思います。はい、すごいですね。ありがとうございます。はい、この統計ではなく、その自分の、ね、意識っていうのがこう見れると言いますか、可視化できるというか、そんなイメージなのかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。はい、では、最後にですね、琴葉さんから、
これ見てくれている方へのメッセージをお願いいたします。そうですね。そうですね。占いだけじゃなくて、やっぱり自分自身がどうなりたいか、どうしたいかっていうのがすごく大事だと思います。ただやっぱり自分のことを、やっぱ自分が一番よく分かってないっていう人がほとんどだと思うんですね。私自身もそうでしたし、で、その自分のことを分かってないからこそ行動してもうまくいかない。自分自身を変えようと頑張ってもうまくいかない。やっぱり自分に合ったやり方だったりとか、自分の成長ペースだったりとか、自分自身が好きなもの、嫌いなものっていうのは、絶対それは皆さん持ってるはず。で、それは、まあ、自分自身のことを深く分かるのがやっぱり占いであって、で、それを分かった上で、やっぱり行動していくっていうことが大事だと思うんですよね。うん。やっぱり誰かの真似をしてもうまくいかないですし、誰かと競っても絶対、どっちがいいとか悪いとかっていうのもないと思うので、やっぱり自分自身が生まれ持ったものをちゃんと磨いていくっていうことが自分軸だったり自信につながっていくと思うので、ぜひそういったやっぱり生きづらさを抱えたりとか悩みを抱えている時に、まあ、頼っていただけたら嬉しいなと思います。頑張っていきますので、ぜひお会いできたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、では今日はですね、願いを叶える占い師、琴葉なつみさんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。